ちょっとマック、まだ驚きが続いてるんだ。あ、そっか、マックは初めてか。ここがヨップル社か。すっげえ。そっか、マックはここに来るの初めてだったね。そりゃテンションも上がりますよね。私もそうでしたから。ってことはマックも普通に日本行けるやん。悪いが私は先を急がせてもらうよ。社長のマークに話があるんでね。あ、そっか、おったんか。ジョーズ一人だけ先に行っちゃったにゃん。マーク・シャッチーバーグと話すのならば社長室へ向かったに違いありません。ミーたちも社長室へ急ぐだに。おう。あ、まずは受付。いらっしゃいませ。いつもご利用ありがとうございます。妖怪ウォッチのランクアップをご希望のお客様ですね。え、あ、ランクアップできるん。今回もお願いします。あ、じゃあお願いします。かしこまりました。ランクアップの手続きを始めさせていただきますね。 A ランクへの試験。ヨップル社の受付カウンターでランクアップの申し込みをした。頼りない新人くんのところでアップグレードをしてもらおう。今回は大丈夫なんだろうね。このクエストを受けます。では書類を準備いたしますので少々お待ちくださいね。次はとうとう A でウィスね。楽しみでウィス。え、前回みたいにもう普通に書類とかだけで終わり。準備はすぐに完了いたしますので5秒後にまたお声掛けください。クエスト A ランクへの試験発生。クエストメニューを確認しよう。このままこのクエストをこのままナビしますか。ほい。なんか B ランクから急に簡単なんよね。戦うこともなく。まさかじいさんの時計屋からこんなとこに繋がってたとはな。ねえ、不思議よね。思い出すな、工場見学。まだ別にそんなに経ってないんじゃない。もう5秒ぐらい経った。書類の準備が整いました。こちらの書類を当社ラボの研究員に お渡しください。ランクアップの書類を手に入れた。よし。研究員が必要事項を記入したらランクアップが行いますので。ウォッチラボは当社の地下にございます。向かって左手の通路よりお進みください。ここでのランクアップも2回目ですし、サクッと終わらせちゃいましょう。あの新人さん、今回は大丈夫かな。きっと大丈夫であることを祈って。さあ行こうぞ。あ、そっか、またこのとこか。今回は書類の不備とかないようにしてね。あ、この人。妖怪ウォッチの強化お願いします。あ、はい。ボケがって言ってしまった。僕が受けたまわりますでございますです。あ、先日はどうもです。お世話になっておりますです。今日は A ランク系の強化ですね。お客様は、何？完璧にウォッチランク A の資格ありでございますです。多分。どういう基準なんだ。大丈夫かな。はい。間違いないでございますです。では書類を書いちゃいますね。今度はミスしないでくださいよ。ほんとよ。もちろんです。ここはこう書いて。ウィスパーもあんまりプレッシャーをかけないで。もう一回ミスがないか確認して。よし、バッチリ OK です。本当に？あとはジョイスさんの承認でしたっけ？はい。それでですね、実は今すごく忙しくてですね。また持って行ってもらってもよろしいでしょうか。はい。また俺が行くの？いいんですかね。大丈夫です。多分ってもう口癖かい？今なら上司はカフェテリアにいると思いますです。多分。行きますよ。ケイタ君行きましょう。これも妖怪ウォッチの強化のためです。よし、向かうよ。何でそんなに忙しいの？ずっと立ってるだけじゃないか。周りの人の方がよっぽど忙しそうだよ。ブツブツ文句を言いながら行く。よし、ここか、カフェテリア。いたいた。おや、君は今日はどうしたのかな。妖怪ウォッチの強化のために許可をください。なるほど、またか。はい、デビス。でも今回はミスはないはずデビス。どうだい、どうだい。
こりゃあ無理だな。え、まさかまた無理壁が。いや、だって君ボッチランク A の資格がないじゃないか。へえ、資格がない。でも新人さんにはあるって言われましたよ。よく言って聞かせておくよ。ボッチランクを A に上げるためには使用者の実力もそれなりに必要なんだ。だからランクアップの前にテストを受けてもらう決まりなんだよ。知らなかった。やっぱさすがに A はそうなるか。テストって何をすればいいんでウィス？ああ、テスト自体は難しいものじゃないから今から行ってしまおうか。後でファイティングルームに来てほしい。私は先に手準備をしておくから。食事中じゃなかったの大丈夫？頑張ってテストに合格してウォッチランクを強化しましょうね。さっきからお姉さんめっちゃ喋りよるけど、この人と喋りよったんかな。君はお白のネタで何が好き？僕はエビイタッカな。あのプリプリ感、あのプリプリ食感がたまらないよ。私は縁側かな。あのコリコリ食感がたまらないよ。で何？ファイティングルームやっけ。あ、こっちか。向こうの矢印の方行きよった。あっちメインか。よし、ファイティングルーム。それでは始めようか。ドキドキ。A ランクに上げるための試験は妖怪とのバトルなんだ。今からこちらで指定する妖怪とバトルをしてもらう。その妖怪に勝ったら試験は合格だ。あれ、時計屋さんの時と同じなんだ。それだったら簡単でウィスね。相手はそれなりに手強いぞ。油断せず頑張ってくれたまえ。よし、頑張ります。ん、こいつらなんかいっぱいおるけど。何かわいい。そっちが試験を受けるのじゃな。準備は良いか。ほい。神々しいメンバーやね。うん、準備ができたようじゃな。頑張るぞ。ね、あの左側の超かわいいんやけど、これからそっちが戦うのは A ランク妖怪じゃ。 A ランクの強さとくと見よ。よだれを拭いてから喋ってくれないかな。魔が差す。ステーキングたちが現れた。トトロキジシはやっぱりかっこいいね。おーし、うん、実にいい感じだ。テストは合格だよ。君は文句なしにウォッチランク A の資格ありだ。イエーイ。ランクアップ作業を行うからウォッチラボに来てくれるかね。私は先に向かっているよ。みんな先に向かうな。連れて行ってよ。よし、これでやっとウォッチランク A に。ん、さっきの場所よね。はい、来た。はいはい、申し訳ございませんでしたです。まったく、申し訳ございませんでした。試験が必要だってことをすっかり忘れてて、次からは気をつけますです。ほんと気をつけてよ。またこっぴどく怒られちゃったみたいですね。まあ俺たちはウォッチが強化してもらえるなら。はい、それはもう今すぐに。それでは書類をお預かりいたしますね。ランクアップの書類を手渡した。A ランクの資格ありっと。試験担当の名前を書いて。よし、これで完璧なはず。チェックお願いします。どうすか。ふん、問題なしそうだな。ランクアップの作業に移っていいぞ。あ、はい。それではお客様の妖怪ウォッチをお預かりいたしますね。ちゃちゃっとやっちゃって。おお、今のでもう完了？できました。ウォッチランク上がりました。妖怪ウォッチのランクが A ランクになった。イエーイ。おお、やりましたね。これでまたたくさんの妖怪と出会うことができますね。すっごく楽しみ。お兄さんありがとう。いえいえ、またのお越しをお待ちしておりますです。ランクアップの作業はすごく手際がいいんだかな。
うん、なんかそこだけちょっと偉そうな感じあった。他の部分ももう少し頑張りたまえよ。はい。ファイトです、新人さん。ケイタがめっちゃ応援しよる。クエスト A ランクへの試験、バッチリ解決。さすがです。イェイ。これで仲間にできる妖怪が増えたね。よし、じゃあメインストーリー進めていこう。酔っ払い者の社長室ね。あ、そっか、あっちの装置から。よいしょ。んで、どこだ？正面か。あ、冬にゃんおるやん。さあ、シャッチーバーグに会いに行くぞ。寄り道はするなよ。冬にゃん一緒に来たんやっけ。寄り道めっちゃしたけど、こっちランク上がったけんいいやろ。やあ、スティーブ。一体今日はどうしたのかな？マーク、実は君に頼みがあってきたんだ。きっと情報通な君のことだ。もう知っているんだろ？ニューヨーマシティに現れたあの UFO のことを。ああ、もちろんさ。とっても興味深いニュースだよね。あの UFO の動き、私はどうも気になっていてね。今すぐここにいる彼らと共に、ニューヨーマシティへ向かいたいんだが。スティーブ。君が言いたいことは分かっているよ。ニューヨーマシティへ直行できるヨップル社の専用ハイウェイが使いたい。だろ？もちろん OK さ。おう、マークありがとう。っていうか、君なら必ずそう言ってくると思っていたから、もう準備していたんだ。おお、すげえな。さすがは天才。マークシャッチバーグでウィス。それじゃあ早速、ここのエントランス前へ向かってくれ。君たちをニューヨーマシティへ連れて行ってくれる。僕の友達がそろそろ到着する時間だからね。友達って君たちもよく知っている妖怪さ。一体誰にゃん？それはあってのお楽しみ。誰？酔っちゃうじゃないよね。ケイタくん、エントランス前に行ってみましょう。ニューヨーマシティへ連れて行ってくれる。なんかあれやろ？なんか話に花が咲いとるみたいやけど。それにしてもマーク、君は相変わらず若々しいな。実際若いんじゃないの？スティーブのことならお見通しさ。親友であり、彼のファンの一人だからね。なるほど、いい関係だな。で、どこって？エントランス前？よく知ってる妖怪誰やろ？雲外鏡？見当たらんけど。誰もいないね。シャッチーバーグさんが話していたお友達とは一体。うわ、すげえ。すげえ車来たんだけど。長っ。こんな巨大リムジンで来るだなんて、一体どんなセレブなんだに？ん？え？引きこもりじゃねえか。皆さんお待たせしました。ニューヨーマシティまでお送りします。引きこもり？シャッチーバーグさんの友達って、引きこもりのことだったの？ええ、世界の大富豪上位 2% に入る者同士、彼とは仲良くさせてもらっています。え、引きこもり世界の大富豪上位 2% に入ったん？なあ、こいつになればニューヨーマシティってとこに行けるんだな。ちょっとマック。マックまだ驚きが続いてるんだ。ええ、私の自家用車でしたら、皆さん全員を乗せていきます。え、私の自家用車？じゃあよろしく頼むぜ。あ、そっか、マックはお金持ちだから、そんなにびっくりもしないのか。はい、喜んで。ささ、早く乗ってください。引きこもりすげえ。みんなすごい盛り上がっとるね。ニューヨーマシティ。いやー、楽しみっすね。まあね、どんな場所なんやろ。驚いたな。シャッチーバーグの友達とは、引きこもりのことだったか。ん？冬にゃんは引きこもり知ってるの？さあ行こうぜ。ニューヨーマシティとやらによ。よし、引きこもり連れて行っておくれ。それではニューヨーマシティへ向けて出発いたしますか？ニューヨーマシティに行く。では参りましょう。すごい超可愛いんですけど。え、あっという間に着いた。あっという間に着いた、早っ。お？
彼ら、行ったみたいだな。何、ついてきたん、ここまで。あんな子供たちを尾行して、どうしたものかと思ったけど、一体ここはどこなの？信じられない。僕の見解を聞きたいかい？ええ、今回ばかりは聞きたいわ。じゃないともうパニックよ。僕の考えが正しければ。何、話せよ。いや、やめておこう。言わねえのかよ。何それ、いつもの仕返し？言わねえのかよ。カクリーの口が悪くなった。まずは彼らの後を追うのが先だ。追うって、どうやって？おいおい、カクリー、そんなの決まっているだろ？もちろん歩いてさ。へへ、果てしない。まあでも一番確実か。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。